はい、皆さんおはようございます。とん吉でございます。今日の動画はですね、ちょっと個人的に気になったことがあって、今日はちょっとカメラの話というかしていきたいなというふうに思います。カメラっていうかね、この間動画でもレビューしたマイクについてなんですけど、 YouTube を撮る時にこういうねコンパクトなカメラであっても、マイクはなるべくつけた方がいいよなんていう話があると思うんですけど、前回僕の動画でも実際ねつけた方が編集なんか楽なんだよっていうことで、一応まとめたんですけど、その後ね僕が今現在使ってるこれ ZV-1 なんですけど、これの後継機種にあたる ZV-E10 ですね。それが発売になる、もう海外とかではねすでに発売になってるっていう状況 で実際にねこの ZV-1 も ZV-E10 もそうなんですけど、ここに非常にねいいマイクが搭載されていて、ここ最近の動画だとこういう外部マイクつけなくても YouTube 強いてはその日常の Vlog 撮る時にはもうこれだけでいいんじゃないのなんて話が結構出てきてるんですよね。本当にそうなんだろうかっていうところで、ちょっと今日は試してみたいなという気がしています。僕の動画を見てくれている方で、こういう機材関係あまり興味がないっていう方もいるかもしれないんですけど、ちょっとね検証した感じを今日はね動画に収めていきたいなというふうに思います。この動画ではこの ZV-1 ですね、結構多くの方使ってると思うので結構参考になるかなという気はしています。これで検証していきたいなというところですね。もう本当に簡単な検証です。検証の仕方はですね、この間は僕がこう撮って撮影してみてどうなんだよなんて話をしたんですけど、実際に撮影した波形データがどういう風になってるのかっていうのをね皆さんにちょっとお見せしたいなと思います。この動画の撮影の前にですね、実はすでにこのマイクを外した時、 ZV-1 単独で撮影した時とこの外部マイクをつけた時、ロードのビデオマイクをですね、これをつけた時と2つの音声をだいたい同じ距離にこういう風に置いて話しかけて、同じぐらいのなるべく同じぐらいの音量で話しかけて撮影してみたっていうのを撮っていますので、その波形をねちょっと皆さんに見ていただきたいなというふうに思います。はい、ということでこちらに先ほど僕が収録したデータ2つですね並べています。こちら表示しているソフトがDaVinci Resolveという僕が普段動画編集に使っているソフトで音声の波形を表示したものです。こちらの左側の部分が ZV-1 の純正のマイク、単純にそれだけを使った時、そしてもう一個こちら側が ZV-1 にこれですね、ロードのビデオマイクロって言われてるこのマイクを取り付けた時の波形になります。もう何もね加工もしてない状態がこんな感じで、見ていただくと分かると思うんですけど、ZV-1 単純で撮った時の波形っていうのは非常にね振幅が小さくなっています。で一方でねビデオマイクロで撮った方はこうグッと波形が伸びているのがわかるかなと思います。割とね比較的近い距離で撮ってるっていうことはあるんですけど、単純にもう何も考えずに撮った時でもこれぐらいのね収録の音量差が出てるということかなと思います。実際に ZV-1 の音ともう一個のロードのビデオマイクロ外付けした時のデータを皆さんにはねちょっと聞いていただきたいなと思います。それがこちらです。どうぞ。テストテスト、今は ZV-1 の標準マイクで喋っています。テストテスト、音量原因どんな感じでしょうか。テストテスト、今は ZV-1 にロードのビデオマイクロを接続して話しています。なるべくね同じぐらいのボリュームで話してるんですけど、波形的にどんなぐらい違うのかチェックしています。テストテスト。はい、ということでいかがだったでしょうか。もうね聞いていただいても音の感じは明らかに違うかなっていうのが分かると思います。こっちだとねちょっとサーっていう音が気になるのと、こっちだとその辺が気にならなくなってるっていうのがあるかなと思います。つけないつけるっていう時で比べると、つけた方がですねこれだいたいこの音量ぐらいが YouTube の規定の音量ぐらいになるんですね。この部分を再生してみると、ここを見てください。ここねだいたい赤のゲージが上振り切るか振り切らないかぐらいのところにあるんですよね。で一方でね ZV-1 単独でやるとここの部分赤に届くか届かないかぐらいなんですよ。 YouTube の規定の音量とかって見ていくと、割とですねこっち側のこれぐらいの音量に合わせてる人が非常に多くて、 ZV-1 単独で撮った時の音量の場合には若干ねこういう風な感じで音量を上げてあげなきゃいけないということになります。こんな感じかな。でこういう風にした時にこの ZV-1 の音質っていうのが若干ね音割れをすることがあるんですね。でこの辺ね皆さん大丈夫だって言われてる方もいるんですけど、正直ね僕はこの辺が気になっているところではあります。同じぐらいのレベルにこう持ち上げた時の音っていうのをちょっと皆さんに聞いていただきたいと思います。どうぞ。テストテスト。今は ZV-1 の標準マイクで喋っています。テストテスト。音量、ゲイン、どんな感じでしょうか。テストテスト。今は ZV-1 にロードのビデオマイクを接続して話しています。なるべくね、同じぐらいのボリュームで話してるんですけど、波形的にどんなぐらい違うのかチェックしています。テストテスト。ということでね、実際に聞いてもらいましたけど、どうだったでしょうか。おそらくね、こっちの方が皆さんさーっていう音が聞こえたりしたと思うんですよね。で、さらにね、若干僕の喋り声なんかも聞きにくいというか、ちょっとこもったみたいな感じに聞こえると思います。それがね、こっちの方がより良くなったかなというところかなと思うんですけど、これをなるべく綺麗な音にしたいと思った場合には、いろいろね、ソフト上で加工していく必要があります。例えばダヴィンチだったら、このオーディオエフェクトっていうところのボーカルチャンネルですね。これをかけてあげて、低いところの音をカットしてあげたりね。あとはノイズリダクションをかけてあげて、後ろでサーって言ってる音を消してあげるとか。こういう風にしてあげると、結構こちらの音に近づく感じになるかなと思います。実際に皆さん聞いていただくとこんな感じですね。テストテスト。今は ZV-1 の標準マイクで喋っています。テストテスト。音量。ゲイン、どんな感じでしょうか。テストテスト。今は ZV-1 にロードのビデオマイクを接続して話しています。なるべくね、同じぐらいのボリュームで話してるんですけど、波形的にどんなぐらい違うのかチェックしています。テストテスト。はい。ということでね、皆さんにちょっとね、僕の収録した音声ベースにいろいろ聞いていただいたんですけど、皆さんはどう感じましたでしょうか。個人的にはですね、結局 ZV-1 この単独マイクで収録した場合には後処理の編集とかやっぱり避けられないのかなっていうのが個人的な感想です。やっぱりみんな音きれいにしたりとかしたいと思うので、そういう方はね、こちらを挿しておいた方が処理が楽になるのかなっていうところですね。あとはマイクをつけておいた時の方が音割れしづらいというのもあると思うので、そういうのを防ぎたいという方はやっぱりね、マイクつけた方がいいのかなっていうところですね。今後 YouTube の撮影をしようと思っている方とか、もうすでに YouTube やってて購入マイクを追加購入すべきなのかどうかっていうのを迷われている方がいれば、そういう方はですね、あった方がベターだよっていうのが僕の結論かなと。ZV-1 とかそういう表示、割とマイク性能がいいよって言われてるものでも悪くはないと思うんですけど、後処理しなければいけない手間と、そうすることでね、編集した後のね、書き出し作業とかっていうのも何も処理しない時に比べると長くなったりすることがあるので、そういう手順からもね、予算に余裕があるならば買っておいた方がいいかなと思います。撮影場所とかでね、この小型なカメラにこんな大きなものがついてるのはちょっとかっこ悪いよねとかっていう場所は、もちろんね、外して撮ってあげてもいいとは思います。はい。ということで今日はですね、僕個人的なちょっと疑問で、ZV-1 のマイクであれば、こういうね、外部マイクをつける必要がないのだろうかっていうところの検証を改めてしてみたよというところですね。あと10日ぐらいでね、ZV-E10 発売になるので、その辺マイク気にされている方、外部マイク買おうかどうしようか悩んでいる方の参考になれば幸いでございます。はい。ということで今日の動画は以上にしたいと思います。もし役に立ったなという方がいれば、ぜひグッドボタンを押していただけると励みになりますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。